です。ではコブですね、これをやっていきたいと思います。はい、で今回はコブの発射、これ多くないですか。うん、コブで失敗するのは大体発射だね。そうだね、コブの発射、これを直していきたいと思います。はい、直し方は簡単です。ライン取りを変える、これです。おお。ライン取りを変えましょう。じゃあどういうライン取りか、これを見ていきたいと思います。行ってみましょう。こっちに今コブがありますね。あります。はい、ではちょっと発射してしまうようなライン取りで滑ってみたいと思います。ライン取りはどこを通るかはまだ言ってくれないの？そうだね、滑ってから言おうかなと思う。はい、はい、じゃあまずその発射してしまうライン取りで滑っていきます。はい、今発射してしまうライン取りで滑ってきました。見てて分かった？回してるけ？回すというよりかはコブの溝に素直に合わせちゃっているライン取りですね。うん、回すのはもう自ら回せる人は回せるっていうじゃん。でもコブ発射する人って回せてないから発射するのであって、なのでそのコブのこういう溝があるじゃない。うん、その溝に素直に合わせてしまってると発射します。でこれなんで発射するかというと、これコブを見てていただきたいんですが、コブってさこういう風に溝がついてるじゃん。うん、でここを見ててほしいんだけど、このストックのこのストックのラインを見ててほしいんだけど、ここからコブのまあ、溝ができてて、こういう風に外にさ出ていくような溝なわけです。うん、ここがからこういうふうに外に出ていくような溝なので、こういうふうに外に出ていく溝がやっぱりコブの中では常にありますので、この溝に素直に合わせてしまっているとこういうふうに外にピューンと発射しやすい。これをじゃあどういうふうに改善するかということで、こういうふうに今ぐーっとラインを通ってきてきます。でこの発射する前のこのコブの底にこのタイミングで板をこういうふうに横に外に出ていく方向をしている板のトップの向きを下方向に板をずらしてあげる。板がこういうふうに外に出ていこうとするわけ。うん、こう外出ていく板をさこのコブの底でこの底の部分、はい、でこの板のトップの向きを見ててほしいんだけど、ここからこういうふうに下に落としてあげる。横に向いてる板を下にスライドさせるって感じかな。ずらすんだ。ずらしてあげる。そうすると外方向に発射しやすい板の方向を下方向にずらすことができるので発射しづらいです。じゃあ通ってきたラインをちょっとずらして方向を変えるって感じ？そうです、変えます。なのでコブってこう何個も何個もコブがありますけど、毎回毎回板を下に下に下にっていう形でずらしてあげる。じゃあ荒野もそのラインを通ってるんだ。通ってます。ではこの発射しないライン取りで
滑っていきたいと思います。今コブの底ついたタイミングで板のトップを下方向にずらす、このラインを意識して滑ってきました。はい、そのライン取りを意識できるトレーニング、これやっていこう。うん、これは低速の中でちょっとライン取りを意識するような練習ですね。想像がつかないです。うん、要はここでこっちに行っちゃダメなんです。うん、なのでこの底についたタイミングで板を切り替えて、で次のコブのその上に出てあげる。でそこからザーッと横滑り、これをつなげていくような低速練習です。はい、じゃあやってみます。こんな感じどうだった？普通のよく言うズルドンの滑り方と似てるなっていう感じだけど。そうです、それズルドン、この意識です。この時の意識はそのドンのタイミングで外方向に出ようとしてる板の向きを下に切り替えてあげるように、これを前こぶ前こぶ意識して滑る、これがポイントです。じゃあ今のズルドンはズルのとこじゃなくてドンからズルに入る切り替えのところを意識してる練習ってことかな。おお、そうです、そう、その通り。ちゃんと切り替えてあげましょうっていうことですね。やっぱりこう外に出やすい人はそこの切り替えタイミングが遅かったりするわけ。うん、その外方向に行ってから切り替えるんで、こういう風に回って回って最終的に発射になっちゃう。外方向に出る前の段階で切り替えるっていう、これがポイントだ。ポイントだでは、ライン意識しながら後ろから見ていただけるといいかなと思います。行ってみよう。コブ発射しやすい方必見の内容でした。このライン取りを意識するだけで、発射しづらくなりますので、ぜひご参考にいただけたらと思います。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。